はい、お疲れ様です。速稼塾の久保です。今回の映画紹介はロストケアですね。Amazon プライムでロストケアが公開されているということで教えていただきましてね。で、一応 YouTube で検索してみたら、なんと YouTube に違法アップロードで上がってる、これはまさかあれじゃないかと思うんですけども、右側にね、広告が出てるでしょ。これはレンタルとか購入のためのコマンドなんですよ。だからここをクリックして購入後もしくはレンタル後、正々堂々と見ることができるのかなっていうところですけども、このロストケア全編がアップロードされてるのは、これ違法アップロードなのかな、ちょっと分かりませんけどもね。まあでもこのロストケアって作品ね、実はずっと私がね見てみたいなと思ってそのまま忘れていた作品なんですよ。ロストケアを見ようかなと思ったんですけども、その前にプラン75ってのをね、私の目の前に飛び込んできて、そっちの方 DVD を購入して見たということになります。でも改めてね、このロストケアをおすすめいただいて、私ねちょっとね見てみようかなと思うんですけども、これは実際に起きた事件をいろんなシナリオをもとにね、再現というのか、創作の部分も結構あると思いますけども、松山ケンイチさんが主人公ということでね、で長澤まさみさんもダブル主人公で出られている、そんな作品なんですよね。で主には介護現場の問題がいろいろと浮き彫りになるところがあって、私も介護士13年やっておりまして、胸が痛いことが結構ね、もう想像できますね。本当に悔しいんですけども、介護の現場って人手も足りないしね、施設も足りないんですよ。でもっと皮肉なのは、施設はできてもそこにスタッフとして人が集められないっていう現状もあります。それはよく言われるように待遇が見合ってないっていうところもありますね。やっぱり善意だけでは介護はできませんよ。仕事としてやってるわけですから。で十分な待遇と給料と、それからね、ステップバイステップで出世していく、そういったルートが引かれてなければ、例えばね20代からじゃあこの世界に入って30代40代とキャリアアップしようかなみたいには思えないんですよね。結局10年働いてる人も20年働いてる人も、今日働き始めた人もまるで同じような現場ってことになってね、ただ現場の先輩後輩の間でキャリアの長い人が新人さんに教えるっていう形がねあるだけで、じゃあ実際に役職ってものも形だけしかなかったりとか、じゃあ役職がついたら責任はつくけれども作業は増えるんだけども、でもじゃあ給料は増えるのかって言ったら増えないわけですよ。でこの介護の仕事ってね、いろんな業種の平均賃金よりも100万円低いと言われてるんですよ。これほど求められているのに、この待遇の低さっていうのは確かに私はすごく問題だと思います。政治主導でもう賃金は決めれるわけですから、すぐにポンポンポンとね決めてしまえばいいのに、なんというかね、現政権は弱者に冷たいんですよね。で私は思うんですよ、介護を必要とする人、例えば先天的な障害を持ってる方とかね、若年障害とかってありますね。私も療育ってものを担当していて、小学生とか中学生とかね、場合によっては高校生とか20代30代の若い方を見ることが多かったんですけども、やっぱり生まれつきいろんなところにね、障害というか問題があって、周りの人とうまくやっていけない、もしくは周りの人にねものすごく冷たい対応をされる、そういった現状、なんか二重苦三重苦だと思うんですよ。だってね、精神的に不安定とか体が不自由とか望んでそうなったわけじゃないわけですよ、ね、別にお父さんお母さんにもそこまでの責任はないと思います。でこの世の中に生まれてきた時からハンディキャップがあるのに、さらにね運よく何もなくって生まれてきた人からそんなね邪魔者扱いされたり、冷たい扱いを受けたり、しかも優秀な官僚の方とかね政治家の方には全く振り向いてもらえないとかね、なんかむちゃくちゃひどい世の中だなってそこだけ見ると思うんですよ。でその中でおそらくこのロストケアっていうドラマっていうのは、映画っていうのはね、障害を持ってる方を救う、もしくは
障害を持ってる方のケアをする人を救う、まあ、そういう正義感が生まれても、私はね、いやまあ仕方がないとまで言ったらね、ひどい言い方になっちゃいますけども、それはある意味追い詰めすぎるとそうなっちゃうよねってことなんですよ、だから今回ね、これ実際に起きた事件ではありますけども、障害者施設に入っていって、そこで障害とともに暮らしている方とかね、障害に苦しんでる方とか頑張ろうとしている方を、まあ、次から次へと手にかけるっていう事件があったのを皆さん覚えてませんか。であれっていうのは、障害を負った方とかね、中途障害の方とか、それから皆さんね、年を取ってどうしても人の世話にならなければ最後の瞬間っていうのは生きていけなくなる可能性って高いんですよ。でそうなった時にね、世の中がゆりかごから墓場までじゃないですけども、温かくここまで生きてもらって本当お疲れ様と、少しでも幸せな日々を送ろうねっていう風に温かい手をかざしてくれるのか、それともね、もう邪魔だなと、もう早くいなくなってくれればいいのに、じゃあ資金も引き上げて、そういった施設もなくして、スタッフも働きにくいように、なるべくそこに人材リソースが取られないように、給料賃金を安くしてみたいに意図的にやってんじゃないかなみたいなね。でこのドラマの中で、まあ言ってみればまともな正義を持ってる人、長澤まさみさんなんですけども、この人がね、実はね、見てる間にずっと悪に見えてくるんですよ。それは何でかっていうと、この長澤まさみさんはまだ私作品全部見てないんで分かんないんですけども、優秀な弁護士さんかなんかなんですよね。でこの長澤まさみさんはご自身のおばあちゃんを高級高齢者施設に入れて、安全なところから言ってみれば這いつくばって底辺でね、介護があるかないか分からない状態の人のところに正義を解いて回ってるわけですよ、豊かな人の正義と生きるのがやっとの人の正義ってやっぱり違うと思うんですよ。言ってみれば常に緊急事態で常に緊急避難の状態にある、それこそ目の前の人の懐から金を取らないと生きていけないような人がそこにいて、それを生み出したのは余裕を持って暮らしてる人とも映るんですよね。特に二極が進んで少子高齢化、まさに家庭を持ったり子供を持つっていうだけでもうそれは贅沢品だっていう風に映るわけなんですよ。確かに私も家庭を持ってみて、これは贅沢品だな、これを手にできる人、維持できる人っていうのは本当に減るかもしれないな、減ってるなっていうのが実感しました。やっぱりね、思いもしないような時間、それからお金、その他さまざまなスキルってものが一人で生きてる時よりももう全然こう必要になってくるわけですよね。そうなると数々の余力を持った人しか家庭が持てないとかね、その行き着く先が豊かな老後を提供できるような優秀な若者っていうのは、それだけで特権階級みたいになっちゃってるんじゃないかなと思うんですよ。じゃあその人の正義が貧しい人に通用するかって言ったらね、通用しないですよ。這いつくばって弁当が3割引きから4割引きになったらやっと買えるみたいな人に対して、そんなね、弁当一つ買うのに値引きの時間を待ってそこを狙っていくみたいなことを、このドラマで出てきた長澤まさみさんみたいな立場の人は考えないでしょうね。でも実際にこの世の中はね、ゼロサムゲームなんですよ。誰かが豊かになればその豊かさは誰かから分取ってきたものなんですよ。まあつまりね、私もね、複雑な思いがします。ここで一つの結論なんですけども、貧しい人がいるってことは豊かな人の犠牲になっていると考えなくもないんですよね。まあですんで、豊かな人、豊かになればなるほど分け与えて、共にね、この同じ国に住んでいる、同じ時代を共有している、大きな意味で家族だっていう風なね、そんな愛情は持てないのかなという風に思っちゃいましたね。私は介護の現場にいていつもそれを思うんですよ。本当になんかこう、豊かな人はこんなことしないんだろうなとかね、金持ちはこんな悩みを持たないんだろうな、こんな現実を見ないんだろうなという風にね。一時期貧困ビジネスってものが流行りました。草薙剛さんがね、出られていた任侠ヘルパーの劇場版、あの中に当時の実態ってのがね、
ありありと描かれていたんですけども、まあ、国も見放す、家族も見放す、行政も見放す、そういったご老人の方とか障害を負った方を最後は義理と人情でヤクザが面倒見てるというね。でそのヤクザを違法だとか言ってね、法律の力で突っぱねてしまったら、実際そのまあ作品の中の言葉を借りればね、ジジババの面倒誰が見んだよ、あんたが見てくれるのかよって話なんですよね。つまり正義を貫いたところに取り残される障害を負った方っていうのが、もしくはご老人っていうのがいるっていうことなのかなと、うん、そうなるとね、貧困ビジネスもないよりあった方がいいなと思ってしまう、まあそんなことを思い出しましたね。はい、ロストケア、これから見てみようかと思います。作品を紹介していただきましてありがとうございました。